しかない。なんか最近めっちゃ顔むくんでる、やばい。なんで？帰ってきてさあ、ちょっと寝てで起きてお風呂入ってな。でもさ、お昼寝から起きたらめっちゃ目充血してるんですけど、こんばんは。だって夜なのに、なんだろう、今日は何も食べません。夜ご飯がなんかおじさん親戚の人からもらったアユか、アユがたくさん来たらしいから、アユの炭火焼きをするらしい。臭くなるかな。炭火焼きってどういうやつなんだろう。マジハゲてるよねこれ、ほらここしかないもん。炭火焼きだっけ、漢字を見間違えたかもな。あ、炭焼き、炭焼き、滝、これなんて読むんだ漢字。山に灰、炭だよな。ん、炭、石、二酸化炭素だから炭じゃない多分。炭焼き合ってるよね。ちょっと待って、合ってる合ってる、炭焼きなんだって。炭火じゃないっす、炭だ。炭火、やばい、炭火と炭って何が違うんだろう。調べてみよう。炭焼き、炭焼き、違い。炭焼きは炭を作る工程。ん、じゃあ炭火焼きじゃない？ん？炭火？いや炭焼き？どういうこと？まあいいや、そんな感じ。炭が家にあるのは珍しい。あのね、キャンプがね好きだからね、炭があるんだと思う。いろいろあるね、本当に顔は無理なえる。どうしたらこんなさ、多くない？これこんぐらいだよね、少なくない？分かんない。でもね、アレルギー系はある、ほこりとかはあるよ。鼻水がさ止まらない。パジャマ早くね、今入った。そう、ファンネームどうするんだろうね。ファンネーム全然決まらない。今日学校何したの。今日は体育でベースボール5っていうやつをした。あと社会とかもしたよ。自由のやつ、もちパジャマの炭焼き。でもどういう感じにするかわかんないからさ、どういう感じにするのかわかんないから、その時に決める。
本当に顔やばくない？なんで？寝る前にマッチフラペシーノ作ったから。やだー。おしとりんこ美味しかったってあった今最近。ね、最近本当に食べ過ぎてやばい。どうしよう。おしとりんごマンゴー味だけど、マンゴー好きなの。いや、マンゴーパ、あのスタバのマンゴーパッションフラペチーノが、あの作った時にね、マンゴーパッションフラペチーノにハマりすぎてる時期でして、うん、ちょっとパクったヒヒヒ。それがね、あのあれだよ、言ってて、ね、なんだっけ、なんて言ったっけ、なんかの飲み物にさ似てるみたいな言ってた気がする自分で。それはマンゴーパッションフラペチーノです。ねえ、ほんと本当になんか、にしたけどさ、あのフラペチーノ系に しないから。でもさっぱりしてたでしょ、多分してなかったかな。マンゴーパッションだけだったらさすがにやばいから、桃かなんか入れようと。ちょっとなんか鼻が詰まってるからみたいなさ、うん、悲しいよ。なんか紫芋さ、めっちゃ美味しかったっていう人とさ、ちょっと苦手かもっていう人がさ、本当に半々すぎてさ、めっちゃ飲むかもよ。どうしよう、飲もう。姉ちゃんは美味しいって言ってたの。友達は、うえ、友達はなんか美味しかったけどみたいな感じで、ずっと飲めない、あのちょっとこってみたいな感じって、え、本当にどっち、お姉ちゃんを信じるかみたいな。紫芋も周りのスタバ全部売り切れてるんだけど、なんで。3人兄弟じゃないよ、4人だよ。あ、英会話がね、英会話でね、今ね、いろいろやってんだけどね、それでなんか I have six people in my family. My dad, mom, older sisterYounger brother, two younger brothers, and me. って言うてよ。知らなかったでしょ。四人兄弟ってね、ロッキーね、何人かいるよ。ななかちゃんも四人兄弟でしょ。あとね、一人四人兄弟いる。多分ね。一人っ子はいるか、でも一人っ子あんまいないかも。長女じゃない、次女。姉、みなちん、弟か、そう。でね、みなさ、英会話でね、今やってるところがあんまわからないけど、私は7人兄弟、え、すごっ、7、あのね、あ、みんなね、あれ言える、ハウ比較級、え、なんでわかるんだ、多分比較級、ね、
Who has the most shoes in your family? で、その後にね、答え方はわかる。my older sister has more shoes than my brother, younger brother とかっていうやつ。わかる？あとね、なんかあった。みんな言ったトーラーザンユイナ、そうそう、そういうの。あとそれを具体感じ、あ、違うよ、違う。オーダーとかオールダーで、 she is little short みたいな。 she is the は比較級ではつけない。もうわかんない、いいや、知らない、やめよう英会話教室。ここ日本だし。めっちゃいいね、いいね、いいやん。服はない、ない。ない、ない、ない。次のシングルは通常とかあるといいな。ね。ウィラも会場行きたい。誰かがピアノ弾いてる。多分弟だな。ねえ、喧嘩したら声聞こえる？仲良くして。女子よくていいことはダメっていうルール言ってきた。わからない。めっちゃ今声太かったやんな。ちょっかいを出すから。一人がさ、なんか知ったら絶対ちょっかい出すの。兄弟で誰と一番仲いいし、でもね、お姉ちゃんと最近ね、みんなが大人になったからあんま喧嘩しなくなった。でも最近小5の弟がめっちゃ優しくなって、そう、この前ね、ななかちゃんとお泊まりするときにスイッチ持ってっていい、みんなはね、いつもともとスイッチが1個あって、それみんなで使うだったけど、弟同士は喧嘩になるから1個もう弟用にスイッチ買ったんですよ。だからもうほぼ弟、みんなもそんなにゲームしなくなってきたから弟専用みたいになって、でその小5の弟のスイッチを借りていい？聞いたらいいよみたいな言ってて、え
いつそんな優しくなったって思って、お姉ちゃん感動みたいな。そうびっくりした、いいのめっちゃ聞いちゃったもん、え本当にいいのみたいな、え本当ありがとうって言って。そうでもね、でね、小3の弟は生意気だけど、生意気ですっごいでかいんですよ、身長高いし肩いいし、でもめっちゃ可愛いの。なんか昨日夜ご飯の時にね、あのみんながこう丸めのね机なんだけど、パパ小5の弟、お姉ちゃんみんなママ小3の弟なんだけど、お姉ちゃんがなんか科学のね、そういう科学系の話したの、いろいろ科学が何々みたいなこと言ってて、っていうワード使って、小5の弟もさ結構わかるからさ話したんよ。したらさ、小3の弟がさ、多分わかんないじゃん、まだ難しいし、もう端っこでずっとこうみたいな感じになってさ、めっちゃ可愛かったほんとだ、みんな難しいよね、わかんないよねみたいな感じで、ママも可愛いって言ってた。高2か、高3、高3だよ。小3って枠覚えてるぐらいよ。いやでもめっちゃ頭いいよ多分ね。小3の弟雲習ってるんだけど、今ね多分小6やってる、小6。小6やってる。やばいよね、びっくりだもん。みんなも、そんな頭いい。でもしかも初めてさ1年半ぐらいしか経たないんだよ。1年経ったか俺。いやもっと経ってるかも。やばくない？今週のオンライン買えなかったから悲しい。じゃあ次のさシングルの時にぜひ。それは別の意味でテレビ出れるかもしれない。どういうことだ？ねえちゃん、勉強と運動どっちが得意な？運動が得意。多分得意っていうほどできないけどね。なんか6限学校1日がさ6限あって、1日中ずっとサッカーとかバスケとかハンドとかっていう、でもね球技が好きなだけ。球技をするか1日なんか国語算数とかってやるんだったら絶対6ゲームずっと球技とかそういうのする方が好き。マット運動とか跳び箱は苦手マット運動跳び箱苦手ないよ、ないない、あのめったにない、普通はないけど、もしあるなら。でも体育祭の前とかはさ一日中体育祭練習だったりするのね。それはちょっと嫌かもな、暑いし。いいけど勉強するよりは全然いいけどね。返したい。もう本当にずっと言ってる。でね、あとね、もしあるなら、ね、そう、もしあるなら。こんにちは、あ、まやかちゃん。はあちゃん一作。はあちゃんなんかいけないかもみたいなこと言ってたコメントで、あのツイッター。レッスン曲は一緒に見かな、レッスン曲でもなんか結構みんな言ってたからいいかも。意思したこの間問題、はいはいはい、テテ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 テ
体調悪いな、あーちゃん。大丈夫か。生きろよ、あーちゃん、生きろよ。生きってよ。今週オンラインって言ってたのにね、確か。オンライン来るとか言ったなんかさ、昨日一瞬はーちゃんアイコン変わってた、ツイッター。今日スーパーで石が流れて、言った。え、石、スーパーで石流れてる世界線ないかも。みんな今日は通知来たから、そう、見逃せないでね。この間名前呼ばれた時、画面収録できなかったから今やんでほしい。じゃあそのこの間の展開みたいにする、デジャブ的な。この間ってどんな感じだったっけ。やっと来れたみたいな感じだったよね。違ったか。でもさ、名前決めよう、あだ名決める、フィーチャーするだから、ももちゃん。ピーチの妖精ちゃん。ももちゃん。どこのスーパーなんだろうね、行きたい。すごいノリノリで。トゥルトゥトゥルって言った時に、レタス、はいはいみたいな感じでカートこうやってやる。ひなちゃん。沖縄のひなちゃんでしょ。この前一番最初のオンライン来てくれた、覚えてるかな、みんな覚えてるか。やってくれた私か、あれ、え、違ったっけ、もうわかんない。それリアルの世界で呼ばれてる。え、すごい、みんなすごっ。こんばんは、だって、こんばんは。石流れたらフラッシュモブ、フラッシュモブって、ちょっと待って、みんな本当にさ、これが、おばちゃん面白い、フラッシュモブ。え、待って、みんなさ、スーパーで HKT の曲流れてるの聞いたことないかも。なんで、何気にちょっと久しぶりに来れたかも。イエーイ、ハピネスチャーリーポーニキュー。待って、みんな聞いたことない。え、調べたら出てくるかな、 HKT の曲が流れてるスーパーって。調べてみるね。今の時代スマートフォンというものがあるのでさ、マックスバリューとか、マックスバリュー、え、なんで、なんで HKT なんて調べてる、スーパーヤッホー、今からダンスしてくるけん、挨拶をちなみに来てるけん、なんやねん、ダンスいける元気あるんかい。おいおい、まったく。なんでその流れ、え、なんて調べたらいいと、スーパー BGM。 私はいつもバイト流してる。え、面白。BGM HKT。 出てこないよ。 HKT48 優先曲って、優先曲って何なんだろう。いいや、
HKT48 48ユースーパー、間違えた間違えた、優先曲あった、これみたいな、これさ今スマホの画面って見せたらダメか、なんかよくわかんない、SKE さん入ってる、リカ・ウィコラムさんとかも、 NMB さんも入ってる、あ、HKT 入ってるびっくりするな、楽しいけど、11位だよ、11位、びっくりね、 B さん、すごーい、でもしかしたらすごいな、ね、本当にやばい、なんでこんな、なんでこんな、ちょっと待って、幕張公演の日、会場近くのなんちゃらローソンで HKT のボッティエット BGM、 そうなんだ、あるからかな、もしくはスーパーの指ランキングって何？なんかランキングみたいなやつがあった。好きな女優さんとかいらっしゃいますか？皆さん、女優さん DD かも。これでみんな好き。でも荒木優子さんとか好き。荒木優子さんとか、なんかもう可愛いじゃん。みんな可愛いからもうね。可愛い子大好きって、私、あ、吉田ゆり子さんも可愛いよね、可愛い、面白いし、なんかね、皆さん絶対ハマるの、一回もう一回ハマってその方ばっか YouTube とかで見るの、それが何回もないる、あ、荒垣結衣さんもめっちゃ好き、でもねめっちゃ好き、でもみんな本当にみんな大好きなのよ、あ、今田美桜さんも好き、ねえ、ちょっとさ、みんなすごいと思ってさ、今田美桜さんがさ、今田美桜さんと前卒業生の今田美奈さんっていらっしゃるじゃないですか、が確か誕生日全く同じだし、名前もいともで違いなんですよ、やばくない？なんかパッとめっちゃ名前似てると思ってさ、え、誕生日とかどうなんだろうと思ったら同じだった、違くない？多分同じなんだよ、違うかもな、待って、そう、やばいよね、そうびっくりしちゃって、もうみんな本当にえっ、って思って、しかも福岡でしょ、えっ、って思って、えっみたいな、えっ、だよ本当、なんのね、本当びっくり、って感じ、本当にびっくり、本当にびっくりだよみんな、もうね思い出すだけでびっくり、ちょっと鼻水ごめんなさい、あのノート、その握手会で本人がネタにして、ゆみなちゃんは明日から何人いるかな、渋井さん、みんな会ったことないよ、あの親戚以外で
最近肌荒れしてきてやばい。ほら粉が引く傷みたいなやつあるしさ、おでこちょっとやばいし、どうしよう。そうおでこがさニキビできちゃうから前髪をね上げてる。今上げてないじゃん。待ってもうやだな、ちょっと一瞬待って。危ない危ない、バーンされちゃうよ。やばい、くしゃみでしょ。おかえりなさい、ただいまです。くしゃみでそうになった、出そうになった。港もなんか聞き覚え。どうしよう、本当にファンネームさん、え、みんなあるのかな、ファンネームって。皆さん先輩方とかも。やば、お腹すきすぎて、お腹痛い。お腹か。源の頼朝、え、みんな源の義経っていう。源の義経かわいそうよ、兄ちゃんに殺されちゃって。みんなはないか。ね、ラッキーがさ、もうほぼみんなあるじゃん。はい、みんなではないか。で、なのって、え、これって許可いるの？マネージャーさんとかに言わないといけないってこと？ファンネームないのにしましたって。え、あ、クレナさんは栗山軍団でしょ。どうしよう、本当に。フェンラー水色と白、水色っていうか青系と白かも、どちらかといったら。青が大好きだから、青が好きだから水色と白、青と白とか。今のところ自分の中で候補はないの。あるあるある、ちょっと待ってね。なんかね、ミナの中でね、ミナさんとか、あの漢字のミナ、みんなのミナね、ミナさんとかめっちゃね印象残ってるか。チーム渋い、弱そう。青系バラ広いな。青と白、ハンギョの色。そうなのよ、そうなのよ。パジャマ自由。
ちょっと待って、結構前なんだよ一番最初にさ、あの、ほら、皆さん、さんがちゃん、ももちゃんめっちゃ考えてくれとんねんな。ほら、みなちゃん、みなさん、ちょっと待って、お宅のみなさん、ファンのみなさん、渋みなつさい、渋見たい、みなちゃん対みなちゃんとか、見ときたいさ、見ていいと思った、しぶみんって何の赤ちゃんやないかい、もがみんピクミンしたいであーうーん、渋みたい、渋みたい、ちょっとダサいとちょっとダサかった、え、ナナカちゃんのも考えたの、すごい、ナナカちゃんにパクリって思われちゃうよ、迷うな、え、ココハがチャーハン作り始めたって、ちょっと見よう、絶対作り方見ないでよくない、みなのみな、みな流のチャーハンの作り方言うね、まず具材を全部切って、みなは一瞬玉ねぎとかベーコンのあんをとか人参とかっていう卵とご飯以外をパッと火通して、で揚げて卵を弱めで、卵を先に炒めてパパッてやって、もう一瞬だけ一瞬火入れて、でご飯入れてバーってバーバーバーってやるのよのよ、あ、胡椒とかも入れる、塩胡椒とか、筋肉のタレ入れるんだ、みんなも今度入れて、みんな卵かけご飯にはしないかも、卵かけご飯にしたらそのままさ食べちゃいそうだしね、美味しそうになって、でみんなパラパラ、パラパラも好きだけどな、パラパラも好きだけど、チャーハンが好きだけど、パラパラってもう焼き飯じゃないですか、焼き飯よりチャーハン派、何が違うか分かんないけど、分かる、でも人によって違うからね、そうだから面白いよね、みんなも今度なんか作る配信したいな、でもさ、みなんちのキッチンがね
こう四角い感じなんだ。例えばこれがここにね、ここにこうコンロ、水洗い場で、こっちなんかリビング系ね、でこっち壁なんだけど、ここにこうね、ここに後ろに壁とかなく、もうこうこの字の食器入れみたいなやつがあるから、ここで配信したら後ろが全部見えちゃう、見えちゃうのよ。だからさね、どうしようかな、そうだからさ、向かないでしょ向かないでしょ。でも一応後ろの棚はカーテンついてるんですよ。このうち後ろは棚だけど、棚でお菓子とか入ってるけど、こっちは食器棚だから一応閉めれるのね。でも電子レンジとかいろいろ置いてあるけど、今より部屋でガスコンロ使えば、もうちょっとあれにしようかな、あのいい部屋っていうか、あのちゃんとしたところでやるとき、リビング出ればいいんだ、リビング。あいつかやりたい。先に卵入れてご飯炒めたら、チャーハン炒めてご飯に卵入れたら焼き飯らしい。じゃあみんなはチャーハンかい。メイクって何してる？メイクはミナは基本オレンジ系使います。ピンクよりかは多分オレンジ系使う。でまず下地、日焼け止め塗って、下地日焼け止めみたいなやつ塗って、ファンデを、ファンデはあんまやんない、ファンデはピョンピョンピョンぐらいでこうやって、でコンシーラーもあんま使わない基本必要があればやって、眉毛描いて、ちょっとここにこうやってハイライトして、目はここにまず白のやつを塗って、でオレンジとピンク、ちょっとオレンジを上で塗って、で違うブラウン系の4色のパレット、ロマンドのの右上をここにちょっとやって、でロマンドの10色のちょっとオレンジとか両方入ってるオレンジをもう一瞬ここに塗って、ちょっとポンポンポンってして、で涙袋のこうペンシルがあって、ちょっとキラキラが若干入ってるやつ、それをここにこう塗って、でねラメは上は少なめで、日によるけどね、上は少なめで下にここに塗るか、それか下少なめ上に大きいのか、どっちか。コンサートのこの間のコンサートはね、下はいつもより減らして上にちょっと大きめつけた、多分あんま分かんないけどでアイライン引いて、まつげ上げて、マスカラして、チークして、リップして終わり。 HKT に入ってからやり始めた？うん、そんな HKT に入る前からやるやつないとかないですよ。化粧誰に習ったの？でもなんか入った時、入る時、お披露目前になんか一回そのロッキーだけにメイクさんがなんかメイクレッスンみたいな、簡単あのメイクレッスン、基本のメイクを教えてくださって、なんかまずこの順番はこれで眉毛やって、アイシャドウは薄い色からやりますみたいな感じ。そう、
を教えてくださって、でもなんかそう YouTube 見てメイク研究とかもあんまないかも。あんまり感覚そう、暗いところと明るいところで変わるからさ大変なの。ウィオンウィオン、君ちゃん元から可愛いから、あらなんてそんな嬉しいこと、ひひやばい。ママに教えてもらわなかったの、うん、だってママもさそんな得意っていうわけでもないらしいし、オーディションの時はすっぴんでしょ。そうなんかさオーディションの時さみんななんかメイク人がさしててえって思ったびっくりした。えメイクしてるのみんな、メイク道具って全く持ってきてないんだけど、リップすら持ってきてないんだけどって思って、みんなやっぱ違うなと思った瞬間。これからどんどん可愛くなって、シンクも変わるのかな。でもね、反抗期って言われる、今。クラスの誰とでも話しそう、どうだろう。どうだろう、わかんない。最近、えぐっちゃん仲良くて、でもね、えぐっちゃんみんなずっと仲いいの。だって、オーディションの合宿のダンスのチーム同じだったし、そう。で、ハンちゃんとえぐっちゃんと同じだったの。ハンちゃんは部屋も同じだったしね。で同じだったし、結構バックダンサーとか前座が一緒なんですよ。だから毎回絶対写真を撮るんだけど、写真とかレッスン終わりとかパパッと写真撮るんだけど、もう写真を撮るけど半分変顔だからメールとかあんま載せれるやつがないっていうね。でもねめっちゃね多分ね数少ないメンバー、数少ない距離感バグってるメンバーかも。えぐちゃんとめっちゃ距離感はちょっとバグり気味。えぐちゃんとかミリナとかもさやばくったけどさ、えぐちゃんは結構なあれで距離感バグる。えぐちゃんかわいい、出会ったことあるかな、変顔あるかも、いや恥ずかしい。でもねさえぐちゃん結構変顔がちな人かわいいよ。で本当にね距離感バグり気味なのよ、バグってるっていうかね近い、なんかねよくねここにおいてふーんみたいな、ふーんってやる二人とも。ねあるかな、めっちゃマジで。だってねもう本当にねあの前普通に変な自撮りとか送り合ったからねとか、めっちゃんから面白い写真来るからみんなも合わせて送る。えぐっちゃん本当に面白い。ペグチ可愛いよねあの子、ほらブレ取るかも。あれどこにある、ほらバグり気味これ多分見せたことないよ。でみんな LINE の背景えぐっちゃんだし、えぐっちゃんっていうかなんか一緒になって、ファイナルの時に亀子さんがね撮ってくださった写真がめっちゃ仲良さそうなんかこんな感じしてる写真だから
それを加工でちょっとぼやかして一緒にでやった。仲いいんだよ。あげたかもしれないワンちゃん。だからミナのスマホ全然ね、あのいろんな写真入ってる。そうみんなさ、ロッキーのさメール全員撮ってるんだけどさ、そのゆぐちゃんがさ持っとるさミナの面白い動画がさ、今見たらめっちゃ恥ずかしくて、いろいろさなんかツッコミどころがあって面白いんだけど、まあ一番本当に面白いよ。もうね、うん、江口さん本当に面白い。まあこのしかもこの前さ、ミナのスマホの中に江口ちゃんの自撮りとかあるもん。可愛いよね。なんかまあ一時期さ、今日の〇〇さんコーナーしてたじゃないですか、メールで。それの元々あれだもん、元の発信えぐっちゃんだもん。元のあれえぐっちゃんだもん。えぐっちゃんの面白い写真来たから、今日のえぐっちさんっつって送った。もういつの間にか自然消滅して。しかもさ、この前バックダンサーの時メイク一緒にし合った。えぐっちゃんがみんなにメイクして、みんながえぐっちゃんにメイクした。なんか仲いい人ほど写真撮らない。だからね、あれによるんだよね。その例えば仲いい、その仲いいのあれかも。その仲いい人と前座とかが同じになるんだったらめっちゃ写真撮る。あのね、待って、くしゃみ出る。いて、いやさ、くしゃみにちょっとやばい。あ、怖い、やばい、めっちゃくしゃ。なんかね、ユーナとかココハは、ユーナも結構撮るかも、全然一緒だったら。でもそのナナカちゃんとかっていう、ナナカちゃんは自主練を一緒に頑張っとった仲いいやから、その自主練とか普段写真撮らないじゃん。だからしかもバックダンサーとかあんま一緒になったことないし、でもファイナルとかなんかコウさんとの時は絶対撮るかも。絶対撮るよ。やばかった、さっきのくしゃみ。富士のココハもあのね富士のココハはどうだろうね。でもさ、どうだろうな、なくはないと思う。うん、うん、フィジの子か。フィジの子か、子かさ。そう、ナナカちゃんもアンダーデビュー一緒だったしね。唯一でもうね、アンダーデビューが一緒の人とかいないよ多分。あれです、次のヨカヨカ、そうヨカヨカ11月のヨカヨカ出演させていただくので、よろしくお願いします。なんでしょうと、もうこんな楽しかったからいいよ。11月何日かまだ分からんけどね。誰が出るんだ、ミナとナナカちゃん、レイハンちゃん、レイヤちゃん、ユーナ、ヒーローがです。絶対面白くなる気がする。絶対楽しい。ユーナがいる限り絶対楽しい、面白い。でもこの前ちょっと緊張してたからね、ユーナ。ねえ、キャラ濃いよね、みんな。へへ、おもろしない。福岡で加熱するから期待しといて。
オッケー。あのまだ会ったことないけど見つけるわ。ももちゃんだって見つけるから。あんたより信頼のようなやな言うのね。言うな川島さん。アンダーテレビの時ね、そういうの分かんなかった。分からない。でもさ、あれでしょ、な覚えてるけど、ずっとあのいぶきさんがの顔ちっちゃく、なんか前髪とマスクつけてみなちゃんと目合わせれなかったっていうツイートが一生頭に残ってる。どこで山本は会ったらいいのにね。でもアンダーデビューおめでとうっていう会もあって、ちょっと待って、私の記憶力が。髪の長さってどんくらい？髪の長さって髪の長さって長め？中くらい？中くらい？通知見逃してくれた。ペチン。これやろ？もう公開処刑や。ねえ、ぜひ聞いてください。うん、今あと一人で4880人だよだよ、あと4880人で、あと一人で。誰かフォローしてない方一人ぐらいいなくない、いるんじゃないの、いるんじゃないのねえ、一人ぐらいいるんじゃないの、もしかしてだけど、もしかしてだけど。いるんじゃないんですか。そう、48だけに。へへへへへ。しましただって。ん、一人減ったんですけど、一人減ったんですけど、ちょっとな、すいません。まあいつかなってますように。やば、バレた。え、なに、みんなバレた、どういうこと、バレ、どういうこと、どういうこと。あ、やべ、バレた。一番最初に言ったまゆかちゃん、はーちゃんに怒られてましたよね。あ、して、しぶみなのツイッターフォローしてませんでしたって言ってませんでした、言ってませんでした、言ってましたよね。8位にしたよ。うん、うわじゃーん。あ、やべ、間違えた。あれ、79に戻っちゃった、79に戻っちゃったよ。どういうこと。79、あ、
なった。じゃああれしとくね、メールのけとこ。見納めください。あと2時間かかるとすぐやってくれ。面白い。そしたらさ4900、遊んでるの皆さん、遊んでますか。もしかしてんだけど。ハッシュタグフォロワー増やそうキャンペーンで拡散拡散。すいませんでした。おい、いいね、一人消すの余ってる。違うよ、あれはありがとうっていう感謝の気持ちなんです。いいねして消してるの。なんかそのね、私いいねされてないって思うのがね、ちょっとね、あれだから、とりあえずもういいねしてありがとうっていう。みんなをフォローダッシュしないでくださいね。みんなのいいねして消してるっていう。かわいいしびちゃん乗せるとファンすぐ増えます。かわいいしびちゃんなんかあるかな。フォロー特典ある？みんながなんかツイートした時に通知オンにしてたら、あれですね、ミラの1いいねが取れるかも。はちゃんがすぐ消されちゃうからいいねな。うん、ニコニコ笑顔。1だぞ1は嫌いって。じゃあでもあれです、なんかオンライン終わった後にオンラインありがとうみたいな感じで、オンラインありがとうみたいなツイート、そのスクショあるじゃないですか、終わった後のさ、あれで、その時はそれはいいねしようかなと思ってね、今週からそれにいいねする。初誰かな。朝起きて通知来てる時目覚めいい、いい目覚まし時計じゃないですか。なんかないかな、そういう漏れてる写真、漏れてるさ写真を。私はでもあの天使が一番、あのなんだっけ、はじめましたツイートのあの天使の写真が多分一番あれかも、漏れてるかも。あと一個前の一番最後にしたリサッキーのアンダーデビューの日にした前座の写真は基本的に前髪が綺麗でも、いろんな変顔しかない。どうしよう、変顔しかない。ほらほらじゃないわ。でもゆうなとさずっと写真撮ったんだけどさ、なんかあるかな。個人的にこれめっちゃ好き。そう、みんなすぐさパッカンなの前髪。ほら今もなんで。これめっちゃ好き、みんな自分の中で。これもいつか推し変したら許さないぞ。一人で、あ、これケープしないの。でもね、なんかケープするとさ粉吹いちゃう時があるから、ギリギリにするかも。これ多分まだセットしてないんだよね。したかな、してないか。もう変したら許さないぞ。
そう、これでね、みんなね、これでいろいろメールでストーリー作ってた。だから、ゆうなと笑顔でちょっと怖いでしょ。怖いでしょ。あのさ、幕張のリハでさ、ジャスターモーメントのペアが最初の方、クリナさんなんですけど、幕張のリハでなんかこうする時があって、何したらいいか分かんなかったから、こうしてこう来た時にこう変えたらこうされた。汗やばいよね。片思いハート、あ、今こうしたらみんな片思いハートだよ多分。ここでほら、やばくない？めっちゃごつい。で、なんかあるかな？写真。トゥ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 。今さ、ここでさ、変顔公開したらさ、拡散されそうだからな。あ、いいの見つけたよ。なんか悪いことした時に使える写真。え、何のこと？やばい、面白くない。なんかあるかな。プリクラ漏れる顔、みんなめっちゃ、みんなね、プリクラめっちゃ漏れるよ。プリクラめっちゃ漏れる。私メタ漏れ。レッツゴー。ねえ、そうでしょ、リナとのプリクラやばいでしょ。あれ見さ、あれさ、めっちゃさ、びっくりした。あれルートミーですよ、あれルートミー。みんなもびっくりしたもん。こう写真を撮った後にさ、撮ったプリが出てくるじゃん。もう違いすぎてびっくりした。最近のプリクラすごいなと実感しました。ほら見て、この前ななかちゃん撮ったやつ、これ見せていいのかな。これ見せすぎたらさ、メールとか載っける写真なくなるかな。ななかちゃんもだいぶ違う。ほら、ななかちゃんかわいいな。なんでルーツ見て、怖い怖い怖い。でもね、なんかね、目がやばいね。さ、目がさ、でかくなって顎がシュッてなるからさ、すっげえやって感じ。あ、みや、これも好き、自分の中で。やつね、前のなんかの、あの、ね、カレンダー、もう販売終わっちゃったっけ、あの、アクリルカレンダー。撮影の時にめっちゃ押してて、押してる？押してるだっけ？時間がどんどんあれになってて、待ち時間がちょっと長めになったの。
ゆうなごめんよ、公開する。ちょっと先に言ったが、ゆうなごめん。よしいいよね、公開して。大丈夫大丈夫、押してるか。見て、真ん中に、あ、やべ、間違えた。真ん中にこれ鏡を置いてる感じにしたと、こう似てるから、だから髪の毛もちゃんとこうやって、これはまだ大丈夫だってちょっと面白くなってきちゃった。やばいね、拡散されちゃう。ちょっとやめとこう、もう見せないや、もう見せないです。いや、変顔、あの見せようと思ったけどさあちょっとさすがにバレた時なんか言われそうだからやめとく。無断で変顔を公開されるなんて、そんな、多分みんながしたら、みんながされたらういってなるかも。だから自分がされてあんまりってことはしちゃいけないんですよ、皆さん、わかりましたか。自分がされて嬉しいことはしましょう。何の具かわからんが、いいね、いつかそういうのもあげれるようなあれになりたいね。それそれ当たり前です。そうだよ、ね、なんかさ遅れてきました。まさか私は待っていました。え、それはうん、初めてコメントした、初めて生まれた、それは良かったです。なんかさ、あれだよね、でもガチの変顔したことないかも、中小で。なんか中1の頃に友達とね、あのプリクラを撮るときに3人で遊んで、3人で撮るときにね、1人ずつピンプリで1人1枚変顔、ガチの変顔をして、でその後はみんな3枚撮り終わったら4枚目からみんなで仲良くみたいな感じでねしてたのね。そう、それで自分のあの実際このシール作るときに自分の変顔のプリを一番大きい画像にして下に仲良さげみたいなやつにしたんだけど、ちょっとそれ私は好きですね。じゃあまして、まあこれで写真撮って可愛いなって思って気になるようになりました。ありがとうございます。高橋さん、みんな、あ、写真あれなんだっけ、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 あれですよ、みんな、なんかで見たなんかで見ました、ツイッターいいねかなんかしてくれたか気がする。ありがとうございました、ありがとうございました。プリって落書きする？あんましないかも、みんな。でもあれによる、そのプリの何、題名じゃない、題名っていうか、その撮る時のテンションによるかも。だからそれがプリズリーかないみたいな、こういうめっちゃハイテンションのテンションやったら、あ、でも基本あんま書かないかも、うん、とりあえず書こういい感じにする。生写真撮影で最後に変顔する、したことない。とりあえずなんかそのいつでもさ
ね、頑張ればなんかどうにかして後から落書きできそうじゃないですか。シベリアさんって可愛いですね。まあまあまあそんなことおっしゃらないでください。恥ずかしがってますよ。当本人。リプ返事。ツイッターでリプ返事。わかんない。うちはみんな37つ作っていったらわかる。でもそれわかりやすいかもしれない。ああ、それはそのうちはないからさ、そういうみんな37はないから、あ、ももさん、ももさんってわかるかも。ピーチの妖精だーって。50分で終わります。最近1時間以上めっちゃさ、配信しちゃう。楽しくなっちゃう。楽しい。みんな真似しないで。あ、どうだろう、ファンの方のやつにできないかもな。リナミナ推しに何かエピソード。多分お花ちゃんいたかも。ミナリナ推しか。ミナがナナカちゃんとお出かけ行ってたら、そう、ナナカちゃんがミナとお出かけ行ったみたいなことをメールに載っけたら、リナがそのスクショ送ってきて、ミナのリナ、リナのミナだしみたいな、めっちゃ嫉妬してました。かわいい、ミナリナでしょみたいな、ミナリナミナリナみたいなことずっと言ってた。かわいい。だから今度お泊まりしようねって言った。動画を載せる予定はありますか。いつか、いつか載っけます。初動画投稿はみんないいねしてくださいね。いや、初じゃなくてもですよ。ヤナユナさんのうちは楽しすぎてましたですから、よかった、よかったです。そう、渋いみな、そう、渋いみな全部数字で表しちゃう。人可愛いでしょ、可愛いでしょ。ニキの筆箱持ってる、持ってるよ。豚さん、リナとお揃いなの。あれ、なんかリナが、ミナもリナのこと好きだけど、多分リナがめっちゃミナのこと好きなのよ。でも可愛いってなっちゃう。うん、あ、本当に可愛い。豚です。みんな豚買ってあげて。めっちゃね、そう、あの子ね、なんかそう、みんなお揃いにしようよ。みなりなと、みなりなで、みなりな、みなさん、あ、なんだからね、あのね、なんだったっけな、みなはね、思いっきり豚肉の料理とかがあったらはぁってなってるなんかその思いっきり豚肉ってわかる料理があったらはぁってなってる面白い。え、それミナリナ、ど、ミリナミナ、ミナリナ、ミナリナなのかな、リナミナなのかな、どっちなのかな。んーとね、ミナリナらしいっす。リナ、あれリナらしいっすね。そう、あってなってる。ブーちゃんがって言ってるよ、あの子かわいい、本当にかわいい。6期生さ、本当にみんなかわいいの。なんか個性が強くてみんな大好きなの。誰目線って感じだけど、何コンビ、何コンビ、何々な、な、奈良県の名が入ってる人めっちゃ多い。ゆうなとかひなとか
あとななかちゃんもでしょ。でも結構多いかだから一緒に今度いつかお泊まりしてさ、いつかリナとかとお泊まりして配信するね。また見に来てね、お願いします、お願いします。ダンスから帰ってきた、帰還しとる、へへはははね。2時間配信やばかったよねあれ。あやば、もうやめよう、危ない危ない。今日も長く配信をしてしまいました。私は今からご飯を食べてきます。皆さんご飯食べてください。でもほらまたさすぐにさ、わかるのなんて食べながら見てました、 YouTube。よし、いつかまたこの、待って 目充血治ってるくない、結構バイバイ、ありがとうございました。ランキング見ます。よいしょ、13位がロマンスさん、ありがとうございます。12位、13位だ、12位、ブラックだ、男爵だっけ、なんだっけ、わかんない、ありがとうございます、すみません、わかんない1位、なべたくさん、ありがとうございます。朝皆さんおはようございますのツイートありがとうございます。最近10位がそうちゃんさん、ありがとうございます。9位がかずおさん、ありがとうございます。8位、うらさん、ありがとうございます。7位がわくさん、ありがとうございます。6位がよきさん、ありがとうございます。5位、よっきーさん、ありがとうございます。4位がもーさん、ありがとうございます。3位、くじまささん、ありがとうございます。2位がてるさん、ありがとうございます。1位、あおいちゃんです。やべ、タイさんか、大ブラックタイさん、大さん、ありがとうございました。バイバーイ、楽しかったって思ってください。ちょっとめっちゃ寒いよ、仕事行ってくる、行ってらっしゃい、頑張ってね。土曜日は初のしぶりちゃんの楽しみ、ちょっと待って、ドゥーケさん、ドゥーケさん、バイバーイ、ありがとうございました。また今日も長々と、バイバーイ。